架空 OL 日記はバカリズムによる書籍。バカリズムが2006年から OL になりきって架空の日常を綴ったブログ架空マスの日記を書籍化したものである。2013年に小学館文庫から2巻を発行。2017年4月13日より読売テレビ制作にてバカリズム原作、脚本、主演で連続ドラマがスタート。 2020年に同じくバカリズム原作、脚本、主演で映画化。2017年4月14日から6月16日まで、毎週金曜日の1時29分1時59分に、読売テレビにて放送。当時のブログ内容を抜粋し、現代要素も加えて映像化。前従は、2017年度、向井田邦子少女小作。バカリズムが、 ドラマの脚本を務めるのは同系列局で放送された連続ドラマ、十十に続き九度目。バカリズムは本名名義で自ら主演も務めているが24歳 OL という設定でありながら女装は私服のスカートや婚姻の制服など最小限のものにとどめ女言葉も使わない。視聴者の目には女性性を強調する要素がほとんどない。 バカリズムそのものでしかない主人公を周囲の人物は全員普通の OL として扱っているという奇妙さが演出される。この手法によって男性が女性になりすましてブログを書いていたという狂気を表現しようとした。各種動画サイトでも配信。Hulu では未放送部分を含んだオリジナル版を配信。2017年10月18日に DVD ボックスを発売。オリジナル版、全10話に加え、メイキングなどの特典映像、アイキャッチイラストをまとめたブックレット付け。2017年6月度のギャラクシー賞月間賞受賞。さらにこの功績が称えられ、バカリズムは第55回ギャラクシー賞のテレビ部門特別賞を受賞。また脚本家としてバカリズムは第36回。 向田国子賞も受賞した。三里銀行に勤める入校5年目の OL、マスノが綴ったブログに沿って、日常を振り返る。三浦東子、四方、田原香菜子赤山健太、保足武タ石川凛、新ーナ、赤尾里奈、大和田咲、三永優香、大橋高子、川田美香2020年2月28日公開。架空、マスノ日記に関するカテゴリー。ありがとうございます。